橋本です。また続きです。今、1本目の動画がプールの出来事、2本目の動画が、午後の、ミーティングでの出来事なんですけど、まだあったの、その日に、海の日。今度、夕方、その僕が皆さんといる時に妻から連絡が来て、ね、どうやらうちの前にね、何度か変な不審者が、うちの、リビングに向かってこうずっとこうね、様子をね、なんていうの、見計らってるっていうの、こういう行為が近隣の方に目撃されていて、わざわざそれを言いに来てくださったんだよね、ありがたいことに。で、それを、うちの妻が聞いた。で、これがね、1回のことじゃなくて、これが、2回目か3回目のことだったらしくて、で、なんか気持ち悪いよってずっと家の妻でね、なんかね、こんなことやってね、家の中で誰が何喋ってるかね、聞こうっていう、そういう素振りにも見えたよなんていうわけで、うちの妻そこで心配心がもう湧き上がって、もう警察呼ばなきゃっつって、で、警察を呼んで、そして事情を説明して、そして今後、大体、巡回ということでね、ここに、頻繁に来ていただくというお約束を、警察をしたと、警察としたということを、僕が出かけてる間は LINE 上でそういうやり取り、で、帰ってきてからはそういう話を、報告を受けたんです、今日。その日ね。で、まず一つ目のポイントは、まず妻が、ね、心配心を起こしてるってこと。ここが、魂が、心が。わかる？心配心。ね。で、この心配心をみんな起こすんだよ。みんな、全員がやるんだからね、漏れなく。僕もやるし。だから、そんなの当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これを無造作にやってるわけ。でもね、この宇宙の法則とか波動の法則、引き寄せの法則を知っちゃうと、こういう行為、だから心配心を発するこの波動、この波動がずっと出続けると、未来になって心配しなきゃいけない出来事にね、体験というか出くわしちゃうんだよ。わかるかな？怒ってばっかりいた。ふざけんじゃねえよって、もしそこで思ってて。今度来たらぶっ殺してやるぜとかさ。まあ、そんな風に息巻いてる人がもしそこにいたとしたらだよ。それはそれで、今度、未来、ね、ぶっ殺してやるぞって言われるような出来事が、その人に起こっちゃうの。これ引き寄せの法則。波動の法則なの。ね。まあ、仏法的に言えばね、こういうのを因果応報っていう。わかる。だからこの心に湧き上がる感情をね、ほっといちゃいけないんだよ。これのね、最終的なのが今の石屋だからね。分かった。究極の、ね、対立構造が石屋。平気で人殺すんだよ。ね、わかる。平気でね、善人の顔したやつがみんなから税金っていう名のもとでね、使い切れないほどのお金を、ね、片っ端からかき集めたりしちゃうんだよ。ね、これ慣れの果て。わかる？もうこれ終わるんだよ。終わるんだよ。もうそのタイミングに来たから、もうこんなことをね、続けてちゃいけないわけ。ね、だから一応僕そんな話は聞いたけど、ね、まあでもこういうこね、心配心を起こしちゃいけないっていうことだけは分かってるから、そうだねと一応話は聞くけども、そこにどっぷり一緒に使ったりしないよ、僕は。まあしょうがないよ。過去の僕がやってきたね、その行いがこうやって心配心を起こしてるわけだから、そう思うとこの瞬間から未来はとにかく前向きに、ポジティブに、明るく楽しく、ウキウキワクワクでいくから。それが基本だよ。ね。はい。で、まとめです。最後のまとめ。
私はたった1日で、ね、3回もこういう、ね、あの咎めの心、ね、注意される、これが正しい、ね、それから心配心、そういったようなことをちゃんと、ね、それぞれの演者がいて、その演者さんたちが僕に、ね、あのリアルな形で、ね、体験っていう形で僕に勉強させてくださったんです。勉強させてくださったんですよ。だから僕が全部引き寄せてるんです、それを。それを思って最後改めて僕は、もう一度瞑想しました。瞑想して一日の出来事を振り返り、そして、ほぽのぽのという手法をずっとさせていただきました。どういったことかっていうと、本当に今日はいろいろ教えてくださってありがとうございました。気づきを与えていただいて本当に感謝感謝でございます。そういうね、あの咎めてみたり、自分が正しいとかっていう過去の自分の想念が今回こうやって見せてくださって本当に申し訳ありませんでした。そういう波動を発した自分を許してください。ごめんなさいって、こういうふうにして僕ずっと、お風呂の中、それから一人になった時に、まあちょっと気持ちが落ち着くまで、そういったことをさせていただきました。で、もうアセンションするための最終的なこと、それから、波動を本当に上げる、高波動にする、こういったことも全部一緒なんですけれども、要はこれをただやるだけなんです、みんなが。はい。で、10人いたら10人全員考え方違うんです。アセンションした者同士でも違うんです。だからそこにね、自分の意見が正しいから合わせろとかね、うん、こういうことされたから何すんのとかじゃなくって、全部そういうのはもう卒業するんです、ね、あくまでもこれからは全部自分の内側、内観、ね、自分の内側を見て、今自分の感情はどうなってんのか、本当に心の中は常に、ね、平和で豊かで、ワクワクして、楽しんでるのかな、それともその全く逆のことが心の中で渦巻いてんのかな、ここだけですよ、これだけ。本当の幸せつかむとか、アセンションを迎えるとかっていうのは、めちゃくちゃ簡単で、お金、0円だよ !0 円わかる?でも、こんな簡単なことが、ね、お釈迦様の時代から、キリストの時代から、ずーっと続いてて、同じことをずーっと言い続けてんのに、みんなできないんだよ、これが。わかるかい?うん。よーく皆さん自分の胸に手を当てて、自分の心はどうだったか。自分の魂は何を語りかけてたか。どこにフォーカスしてたか。これね、本当に、自分で自己採点してってね。うん。で、できなかったら、僕ちゃんとワンツーマンでもう膝をくっつけて、ゆっくりセッションさせていただきますからね、気づくまでね。なのでぜひピンときた人、よしやってみようと思った人、早くアセンションしたいと思う人ね、だけこの指止まってね、お願いね。もう待ってるよ。じゃあみんなで本当に幸せになりましょう。ね。本当ありがとうございました。